会場で面白いものを見つけました。こちら iFi という会社の iFi カードという製品です。何がすごいかと言いますと、こちら無線 LAN 機能を持っていまして、このように、まあ、最初からですねパソコンとの間にこの機械を通じて設定をしておきますと、LAN を通じて画像を転送することができます。合わせてですねこの中に 2GB のメモリー機能も持っていますので画像を蓄えておくこともできます。ではちょっとねやってみましょう。はい、ちょうどこれ僕今普段持っている GR デジタル2なんですけれども、よいしょ。はい、で特別な、ね、設定は何もしてません。でこのままパッて取りますとすぐにですねこちらのパソコンの方に転送されます。出ますかね。はい、今こちらに出てきています。はい、はい、でこのようにですね、まあ、カメラを選ばずに簡単にねパソコンとやり取りができるというのが特徴の製品です。面白いので早く日本でも見てみたいものです。